ケンタです。リョウタロウです。ケンタです。せーの、サンタナピリカドです。今日の企画は YouTube アップデート合宿始まりました。まあ、YouTube アップデート合宿という、はい、去年の12月から始まりましたけれども、はい、サンタナピリカ、うんうん、まあこの間ね、6万人は達成しましたけれども、まだまだちょっと伸びしろ ね、控えてるんじゃないですか、これ。そうね。ね、うん、まあ、リョウタロウくんなんて、ずっとここ直せば、うん、すぐ伸びます。みたいな言うよね。今日毎回こう、はい、こうスッって言ってくるよね。はい、言います。スッって言います。俺は、はい、まあ、だからそれを改善してみようと。ただいまね、うん、生配信終わったばかりです、はいはい、ここから動画を、まあ、3本ぐらい撮りつつ、はい、撮った後にショートをしこたま撮り、はい、そこからなんとサムネを変える会議をする。はい、これで ね、もう合宿です。下手したら日昇ってきます。はい、それぐらいの分量ありますので、ちょっと今日は合宿形式で、あのここからちょっとこうドキュメンタリーチックに経過観察みたいなのを撮ってね、いきたいと思います。はい、いいですね、はい、お、どれぐらいみんなの顔がね、こう疲れていくのか、それも含めて、はい、リアリティを楽しんでいただければと思います。よっしゃ、それでは行きましょう。どうぞ。ケンタです。リョウタロウです。ケンタです。せーの、サンタナピリカです。海外勢ファンですか。好きです。いいですね。いいですね。はぁ、いいですか。いい子から飲みましょう、また。はい、しゃ、じゃあやっていきますか。はい。ウーバーイーツ。もう、なんか、ここら辺のはどうなんだろうね。初期の頃ってさ、その狙いではなく手をこませてなかったじゃない。うん。うん、なんかまあ、とりあえず、買える買えないにしろ、一回作ってみるのありかな、みたいな。イメージ的にも。なんかさ、例えば手をこませないんだったら、はい、なおさら多分大事だと思うんだよ。その、うん、どこ、あの、俺みたいにさ、切り抜いちゃえば、わりかしなんか後ろとかでも派手にできるから、うん、なんか壮大にするみたいなのも多分できるっちゃできるけど、うん、なんか均等性が取れた方がいいみたいなの言ってたじゃん、なんか、あの、うん、そう、引っ張ってみた時にっていうと、同じように全部笑ってる顔がいいとかなのか、うん、最初はね、なんかそれな、なのかなと思ってやってたけどね、笑ってる感じで。それで言うとさ、一発目の3人でやりますもさ、変えた方がいい。確かにじゃない。あ、あれですか。うん。最初。最初の。俳優3人して。皆さん、ピクです。誰誰宴会は宴会はやってる。でもこれ切り抜くにしてもさ、ちょっと遠かったよ。プレイヤーは、準備はいいです。拡大はした方がいい。エーペックスすな。じゃあ、まあまあ、一個言うと生配信をしちゃってるから、うん、その前に、その3人でっていうのは、こう見たときにこっちが先出しっぽいじゃない。そうっすね。ってなったときにこれが浮くなと思うの。うん、この、新ユニと YouTube デビューというのをそのままにしたとして、他のを1万円っていう風にしていくんだとすれば、うんうん、そうですね。変えますか。変えるか。変えた方がいいですよね、多分。YouTube デビューとか、わかんないけど。うん、まあ、いいっすよ。一言。YouTube デビュー。ウーバーイーツに思い寄せて俺好きだけどな。なんかこの思い寄せての部分を。これを、なんかその、ウーバーイーツとかは入れた方がいいじゃん。ウーバーイーツ入れて、まあ、いくらか変えた方がいいと思うんですよね。ああ。やっぱ。それ前に話したよね、うん。高級弁当とかね、うん、もう言っちゃう。うん。ウーバーイーツ1万5000円弁当とかね。うんうん。で、モザイクを やめようかって話で。そうですね、モザイクは、僕的には。まあ、確かに、あってもなくても、うん。なんかやっぱり、結果が見えた方が、いい。むずいよな。っていう。モザイクより、例えばもう、ウニいくら丼だとしたら、それがモザイクかかってて、高級ウニいくら丼っていうより、もう本当にうまそうなウニいくら丼が、サムネに載ってて、の方が、やっぱ、気になるっちゃ気になるから。ウーバーイーツ。この、うん、これ、うん、これは撮ってある。これってスクショできるんですかね。おはようございます。菅健太。おはようございます。なんか、高級弁当を渡すシーンとか、全然再生されない。まあ、ここ切り抜いて、もらった。そっちどうでも。なんか、そもそもの、統率の取り方として、3人が絶対映ってるみたいなのは、まあ、そうそう。うん。でも、うまそうな顔とかの、びっくりしてる顔とか。それで言うと、本当にこういうところでいい気がする。うん。みんな何かこう、あ、もう全員出てて、かつ、
うんうん。みんな笑ってる。ああ、いいっすね。うん。奪いつ。1万5000円と。ああ、いいっすね。ああ、いいっすね。確かに。10分3秒。俺、すげえ、おねえみたい。いいっすね。これのちょい前じゃん。でもここ、ウーバーイーツは、あのウーバーイーツの色味の方が、いいよな。維新電信、ドンキ編とかにします。そしたら。維新電信、ドンキ編。あの、タイトル。ほらね、ドンキホーテで、維新電信。うん。この言葉でなんか、シンクロ。ああ。シンクロ率 100% いけるっしょ、みたいな。シンクロ率 100%。でもほんと、その、やってることしか書いてないね。みんなっすか？うん。それで言うと何なんだ。まあ、もう本当にわかりやすく言うなら、ドンキで何品揃うか。ドンキでシンクロとかでもいいと思う。まあ、ドンキっていうのは入れた方がいいと思うね。え、サムネですか？この、みんなサムネで、その何の？ああ。俺らが したいこととして今挙げてるところのサムネで言うと、もうユニバ、豪華ホテル、大暴走、スシロー爆食い。なるほどね。高級ウーバーイーツ食べ放題。じゃあ、ドンキ。ドンキで一言で、その動画を何か表す。うん、ドンキ何々。で、下の、シンクロ率 100% とか。うん。うわ、これ結構しんどいな。まだ、一個ずつだよ。しんどいっす。なんだっけ、あと。変えるときさ、バーンって変えた方がいいと思うんだよ。全部。うん。だから、この合宿の動画を上げて、た日に、俺全部変えるわ。うん。下。ドンキ、あ、Thank you。ありがとうな。なぁ。これか、一番下。いや、ちょうど欲しい時間じゃないの。ちょうど欲しい。金がガソリン。うわ、やば。これ、この音めっちゃやば。うです。うです。頑張りましょう。短いな、このビール、この時間。これで寝れたら最高や。寝れないんですよね。やっと1本です。あとこれ、発注するよ。これ何時間かかってんだよ、マジで。おはようございます、菅健太。おかわりね。残ってるよ。残ってねえだろ。残ってるって。そこまで、それは。時間経ったら増えるって量だろ。だから残ってんじゃん。やんのか？別にいいけど。酔っ払った俺は強えぞ。で、ほら、あ、お前、危ない。これ、お前、ふざけ、お前、亮太郎、おい。お前、亮太郎。何してんの？やめな。何？座って。口答えすんなよ！やるよ。はい。何？おかわり。残ってる。見てこれ。ああ！痛い。くっ。すま。口答えす。はい。というわけで、今夜の夜朝の4時24分です。はい、はい、ショートも撮りましたし、ね、動画も無事に全部、うん、今日撮るべきものは撮り終わりました。よっしゃ、ここからね、さらに、盛り上げていこうという気合で僕たちもやっていきますので、ぜひこの動画も含めてね、何回も見返してもらえると嬉しいですね。はい、はい、よっしゃ。そう、でも皆さんにね、広げてもらうだけじゃなくて、ちゃんと僕たち自身もより進化して頑張っていければいいなと思っております。というわけで今日の動画はここまで。はい。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。します。ああ、寝よう。寝よう。せーの。バットボタンは押さないで。よっしゃ、もう、帰ろう。ダメだ。